ソーに聞かせたいものがあるの。ジャビス、メッセージを再生して。はい、ミス・ロマノフ。救援を要請する。ウォー君が不明なエネルギー兵器によりクイーンジェットを攻撃。現在、機は下降中。救援を要請する。繰り返す。今すぐ救援を。どこで起きた？ノルウェーの東方、辺境の森林地帯です。アスガルドのカルト教団についてシールドに調査を依頼したわ。この私になりすましたペテン姫。捜査官たちは私たちについてきたせいで大変な目に遭ってる。必ず助けよう。オーディンの名において。クイーンジェットを空から落とせるなんて大量破壊兵器レベルね。ウォー君は相当な脅威よ。おそらく兵器は最後に会った時に奴らが作っていた装置に接続されている。恐れながらウォー君との最初の戦いで動揺されたのでは。ちゃんと向き合って。私が手を抜くとでも思っているのか。そうじゃないけど、あなたにとっても人事じゃないでしょ。小賢しい敵はそれを逆手に取ってくる。取り残されているシールド部隊との通信がつながりました。アベンジャーズ、運が尽きたようだ。森が手遅れになる前に見つけるの。近くにギアの入った箱があります。敵の街へ回り込め。がやられた。はい、あそこだ。まだ生きてる。行くわよ。戦いはここまでだ。愚かな。ガルドなら拍手喝采を受けているところだ。終わりにしてやる。慈悲深い雷神に感謝するがいい。化石を退治したぞ。
を発見。フライトレコーダーを確認。どうやら近くで大量の多重エネルギーが発射されて、クイーンジェットは攻撃を受けたみたいね。ウォー君の目的は予想がつく。もしその通りなら全世界が恐ろしい危機にさらされるだろう。兵器じゃないんでしょ。シールドの仲間が近づいたのは実験か何か。ウォー君の目的はアスガルドへの道を開くことだろう。だが人間の機械ではそこまでの力を制御できない。奴らの装置を破壊しなければ。近くでシールドの仲間が助けを求めているようです。近くで特殊なリソースの入った箱を探してください。何かがおかしい。ウォー君が接近中で。なぜ主流リフレットを開いてくれ。前を破ったのはオーディンの息子だ。よくやった。
退治したぞ。今だ、ジャービス。アスガルドの狼よ、長いこと待たせたな。今こそ橋を開き、神々の地で己の場所を見つけるのだ。また偽物が現れたか、愚かな。奴の虚言に耳を傾けるな。橋の件はあなたの言った通りね。最悪。近くでギアの入った箱を探してください。リフレストについて言及されているかと。エイムダルの力、あの機械現実世界の構造を引き裂いて。想像してたよりはるかに見える状況。すぐに行かなければ宇宙の命運がかかっている。ある一撃だ。ゾウがやられた。助けが来たぞ。助かった。下がって脳なし。オーディンの息子だ。
やりました。彼らの橋はもう存在しません。偽物め、姿を現せ。私の名を語るとは、どこにいる。随分と好き勝手したようだが、覚えておけ。この私が雷神ソーだ。二度とミッドガルドを陥れるような真似はさせん。ウォー君が脅威であることに変わりはない。今回失敗したからといって諦めるということはないだろう。責任は私にある。ハンマーを置けると思ったが、私の不在中に悪しき考えが広まっていたようだ。ええ、私たちは宇宙を救った。それにあなたが戻ってきて嬉しいわ。私もだ、勇敢なナターシャよ。嬉しく思うぞ。